どうも、青字のきのこ屋です。出勤から115日目。相変わらず暑いんですが、それよりもミスターカビの様子が奇妙なことになっているので見ていきたいと思います。はい、なんか黒いのと白いのとかなりはっきりしてきてると思いません？で、これ2ヶ月ほど前は緑か白だったんですけどね、今はもう黒がほとんどで濃い白がちょっとだけ。この黒はトリコテルマ菌の末路だと思います。一方この濃い白はね、シイタケ菌だと思いたいんですが、見た目がラクテア、別名白トリコと呼ばれるものに似てるんですよ。そしてこのラクテアもシイタケ菌を倒してしまうので、もうシイタケ菌はそこの方にしか残ってないんじゃないかなという残念なお知らせでした。まあ、いずれにせよトリコテルマ菌やラクテアを放置しておくとシイタケ菌をやられちゃうので、ご自分の木もこうなっていないか今一度確認してみてください。この状況になっていたら 0% ではないですが、正直絶望的です。他の動画で初期の状態での対処法も載せていますので、ぜひご覧ください。で、皆さんの木がこのように真っ黒になってないことを願って、今日は以上です。94日後に浸水して椎茸を出す予定です。こんな感じで部屋でも育てて観察することができる見る椎茸の様子を毎日配信しているので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。あとグッドマークをいいねお願いします。明日もお会いしましょう。ではまた。